他人の分はありません。静香の七五三のお祝いで集まると、なぜか私の席に料理の用意が一切されていなかった。疑問に思った夫が声を上げると、ナミさんから信じられない言葉を浴びせられる。帰るぞ。はーい。その言葉を聞いて激怒した夫が私を連れて宴会場を出て行った。邪魔者がいなくなったと喜んでいたナミさんだったが、その3分後彼女にある悲劇が訪れるのだった。私の名前は夏目高代、34歳の主婦だ。仕事はスイミングスクールの講師をやっており、高校生の時にインターハイに出場した経験を持っている。タカちゃん、今日の私の泳ぎ見てた？すごかったでしょう。この純真無垢な笑顔を向けてくるのは姪の静香だ。長男夫婦の娘であり、うちのスイミングスクールの生徒。現在は7歳で小学校1年生。見てた見てた、今日もいっぱい頑張ってたね。けどスクールではタカちゃんじゃなくて夏目先生ね。みんなが真似しちゃうでしょ。タカちゃんがいい。夏目先生ってなんかよそよそしくて嫌なんだもん。静香は人懐っこく天真爛漫な性格だ。持ち前の明るさから周りの友人に恵まれており、彼女の親友と共にうちのスクールに通っている。もともとは親友の女の子だけが通っていたのだが、静香も一緒に通いたいと長男夫婦を説得。勉強と両立できるならという条件のもと、スクールに通う許可が出たのだ。静香、いつまでくっちゃべってんの？帰るわよ。お母さん。背後からした声に肩を跳ね上げさせる静香。途端に表情から笑顔をなくし、怯えたように静香が振り返ると、そこには静香の母であり、私の義姉にあたる夏目奈美の姿があった。スイミングが終わったら家ですぐに勉強するって約束でしょ？それなのにいつまでそんな人と話し込んでいるつもり？さっさと用意してこっちに来なさいよ。ドスドスと廊下に響き渡りそうなぐらいの足音を鳴らしながら、こちらに鬼の形相で近づいてくるナミさん。ナミさんは私と静香が接触することを嫌い、私が彼女のそばにいるだけで不快感をあらわにさせる。そんな彼女の様子に怯えながら、静香が小さく返事をすると、自分の言葉を聞いてもらう暇もなく、ナミさんに腕を引かれる形で去っていく。彼女が私にこんな態度を取るのは、私が義母の姪にあたるからだろう。私と夫はいとこ同士の結婚だ。義母と私の夫が姉妹で、父は8人兄弟の末っ子。義母は長女で2番目の子だ。夫が4兄弟の末っ子であり、私は2人姉妹の姉。いとこ同士の結婚と聞いて周りからは心配の声も上がったが、三親等内ではなかったため何ら問題なく婚姻することができた。そんな私たちの出会いはお見合いだ。夫と私は一回り以上の差があり、いとことはいえほとんど顔を合わせることはなかった。そのため大人になって関わった時にはほぼ初対面同様。夫は私の生まれたばかりを知っていたが、私は夫のことなどつゆ知らず、親戚が多いことから名前も覚えていないような状態だった。そこから何度か会ううちに意気投合し結婚。順風満帆な生活を送っていたが、しばらくしてすぐに問題が発生。その原因がナミさんだった。どうしてうちのもらえる遺産がこんなに少ないの？あんたたちなんて下の兄弟に当たるんだから、うちが一番遺産をもらえるのが当然でしょ？嫁いでしばらくした後、義母が亡くなったのだ。義父母は生前、老舗の旅館を経営していた。その旅館は現在、私の夫と一つ上の兄である三男が後を継いでいる。三男が旅館の支配人をしており、夫は調理場を指揮する総料理長。次男は県外で暮らしており、長男は外科医で
静香が生まれるまでは日本各地を飛び回っていた。そのため奈美さんも長男と共に家元を離れており、義父母の会議はほとんどうちと三男宅がやるように。それもあってか、遺言にはうちと三男宅に財産の8割が付与され、残りの2割を長男次男で折半というふうに書き記されていたのだ。次男宅は当然のことだと遺言内容を承諾していたが、それを見た奈美さんだけが激怒、財産争いにまで発展したのだ。長男が何とか奈美さんをなだめ、その場は丸く収まったものの、納得のいかない奈美さんは一人で家に乗り込み、財産の半分をよこせと言い始めた。そっちは末っ子で旅館を遺産としてもらってるんだから、それ以上の財産は必要ないでしょ。うちは静かに私立中学を受験させる予定だし、これからお金が必要なの。こなしのあんたたちにそんな大金いらないんだから、半分うちにくれてもいいわよね。ありえない発言をする奈美さんに夫は呆れ果てていた。彼女は長男と結婚した当初から金にうるさく、家に長男があまりいないのをいいことに好き放題しまくっていたそうだ。その事実を知った夫は彼女に嫌悪感を抱き、極力関わりたくないと関係を絶っていた。しかし家に突撃された上にこんなことまで言われたのだ。さすがに黙っていられなかったのだろう。不快感をむき出しにしながら、夫は奈美さんを叱りつけるように言葉を発する。遺言で財産分与は決まってたんだ。文句を言っても仕方ないだろう。それに兄さんの収入があれば、私立受験だろうが何だろうが大抵のことは大丈夫のはずだ。意味のわからない理由を盾にしてこっちに金をせびるのはやめてほしい。遺言なんか関係ないでしょ。うちだって家が近かったらお母さんたちの面倒を見たかったけど、遠いんだからお世話できなかったのは仕方ないじゃない。それを家が近いからってお世話してた人間が財産をあんなにもらえるなんて不公平だわ。兄弟なんだからそこは平等にするべきでしょ。ふざけるのもいい加減にしてくれ。顔を合わせれば金の話ばっかり。遺産はお袋たちが残した遺言通りの分配で終わってるんだ。今さらガタガタ抜かすな。弁護士呼ぶぞ。弁護士という言葉を聞き、長男にも事情が知られると思った彼女は悔しそうに唇をかみしめながら、その日はおとなしく引き下がった。けれど懲りない彼女は、私とスクールで顔を合わせるたびに夫を説得するよう言ってくる。あまりに何度も言われすぎて、一時期はスクールに行くのすら億劫になっていた。それを知った夫が長男に連絡を取り、奈美さんを止めるよう説得。長男に黙っていた奈美さんはこっぴどく説教を食らい、それ以降は私に対して何かを言ってくることはなくなった。しかしこの出来事をきっかけに、うちと奈美さんの関係は悪化。顔を合わせても無視をされ、まともに口すら聞いてもらえない。挙句に私が静かのコースを見ていると、オーナーを説得して私をコースから外したなんてことも。それだけで済めばまだいいものの、奈美さんは私に子供がいないことで、ご近所の人に私を役立たずのお荷物と悪口を言うようになった。子供がいないからって私を目の敵にして妬んでくるのよ。ひどくない？あの人そんな奥さんだったの？そういえば旅館の女将も三男さんのところがしてるんでしょ。人付き合いが下手だから自分はスクールの方で働いてるのかしらね。やだわ、女の妬みそねみはひどいったらありゃしない。彼女は年上に取り入るのがうまく、近所の人からは受けが良かった。あっという間にそんな悪評が広がってしまい、肩身の狭い思いをしていた私は夫に事情を説明。旅館の近くに引っ越すことになり、彼に迷惑をかけてしまった。すまない、またお前に嫌な思いをさせた。いいのよ、子供ができないことは仕方ないことだし、あの人がそういう人だって私も分かってるから。子供のことに関しては夫婦で何度も話し合ってきた。
いつかは欲しいねと言いながら今も育み合っているが、なかなか授からない。けれどだからといって検査をしようとは思わなかった。授からなかったら授からなかったで二人の時間を楽しもう、目いっぱいいろんな思い出を作ろうと結婚前から約束していたからだ。そのため私も夫も子供ができないことに何ら不満は持っていないが、奈美さんは違うのだろう。子供がいないのは四兄弟の中でうちだけで、何かとそこをついてバカにしてくる。夫には話していないが、ひどい時はスイミングスクールでこのことを言いふらされたりもした。あの人に見てもらったら子供に不幸がうつるかも。あの年齢で子供がいないのよ。何か菌でも持ってて、それが我が子にうつって自分の子も不妊なんてことになったらかわいそうじゃない。そう悪評を広められたことで一時期は問題になり、生徒数も激減。そんな親が通っているスクールなのだ。同じ保護者の人たちからも奈美さんに対するクレームが入り、オーナーからはあの人を止めてほしいと説得もされた。しかし私がいくら言っても奈美さんは聞く耳を持ってくれない。それどころかヒートアップするばかり。ほとほと困り果てていた時だった。静香が私のために一肌脱いでくれたのだ。タカちゃん安心して、私がいっぱいお友達を連れてきたから。生徒数が激減したことで落ち込んでいる私に気づいた静香は、自分の友達を勧誘しうちのスクールを盛り上げてくれた。中には学生時代に私の後輩だった子たちが保護者になっており、私が講師をしているならぜひと言ってうちに我が子を預けてくれたのだ。私の後輩だと知った奈美さんは下手に動けず、その後輩が割とリーダーシップの強い子だったため、たちまち奈美さんの周りから仲のいい人を自分の方にまとめ、彼女は誰からも相手にされなくなった。おかげでスクールには活気が戻り、私は静かに感謝してもしきれないぐらいの恩を受けることとなった。けれど奈美さんにとってはそれが何より許せなかったのだろう。小さな嫌がらせは続き、私もその生活に慣れ始めた時だった。ある事件が起きたのだ。それが静香の七五三の日。その日は夏目家の親族一同が集まっており、うちの家族も招待されていた。父母はもちろん、カメラマンとして活躍している妹夫婦も招待されており、大勢の人が静香の七五三を祝いに来ていたのだ。こうして親戚全員が集まることなんていつぶりだろうな。いつもはお兄さんたちの旅館で開いていたものね。毎年正月には夏目家親族一同で大宴会が行われていたが、その主催をしていたのが義父母だ。義父母が亡くなってからは誰も声をかける人間がおらず、こうした集まりもめっきりなくなってしまった。けれど今年は静香の七五三をきっかけに長男夫婦が執り行ってくれたのだ。長男夫婦なりの気遣いかと思い、みんなが感謝していた時だった。タカちゃん見て、私の七五三の衣装かわいいでしょ。主役である静香が登場し、みんなが一斉にそちらに注目を集める。無邪気に笑いながらピンクの花柄の着物を見せびらかす静香。その愛らしい姿に全員が癒され、お祝いの言葉を向けていた。かわいいわね。うちの娘にもあんな時期があったもんだわ。ずいぶん大きくなったもんだ。昔はこんな小さかったのにな。静香の晴れ姿を見て、みんなが和気あいあいとした空気で話している。早速宴会を始めようかと、みんなが座敷に入り席に着こうとした時だった。私は自分の席を見て違和感を覚えたのだ。ねえ、私の席にだけ何も用意がされていないのだけど。え？席の前には名札が立てられており、私以外の席には解席の用意が施されている。しかし私の席にだけは料理の用意どころか、おしぼりやお箸すらも置かれていない。異様な光景に違和感を覚えていると、
ナミさんが登場。静香と共に真ん前の目立った席に座り、みんなに愛想を振る舞いつつ、マイクを手に取って乾杯の音頭をナミさんが取り始めたのだ。今日は皆さんお忙しい中来ていただいてありがとうございます。では飲み物も手元に届いたことでしょう。乾杯をしたいと思います。おい待ってくれ、高代の分の料理や飲み物が来ていないんだ。多分数を間違えてると思うから少し乾杯を待ってほしい。長男はその日仕事でどうしても席を外すことができず、この日は不参加。そのためこの宴会の用意はナミさんが行っていた。きっと店の人かナミさんの人数把握間違いだろうと思った夫が気を利かせてナミさんの挨拶を止める。その言葉を聞いた親戚の人たちも動きを止め、店の人を呼ぼうかと心配の声をかけてくれた。しかしそんな私たちのやりとりを見たナミさんは嫌な笑みを見せ、嘲笑うように驚きの言葉を発する。人数間違いでもお店の人の不手際でもないわよ。その人は赤の他人、料理の用意がないのは当たり前だわ。は？え？まさかの発言を聞いて眉間にシワを寄せる夫。隣の妹夫婦や父母たちも驚いており、全員が顔を見合わせてどういうことだと不思議そうにしている。何を言われているのか意味が理解できない私はあっけに取られ、混乱から動揺を隠すことができない。するとそんな私に向かって彼女は指を指し、さらに衝撃発言を連発する。顔を合わせて挨拶もできないような礼儀知らずが夏目家の人間としてここにいられると思ってるの？私の悪口を広めたり、ご近所さんにも愚痴を言いふらしてるそうじゃない。おまけに大事なうちの娘に取り入って、そんな悪どい人間に料理の用意なんてするはずないでしょ。何の話ですか？一体何のことか意味が分からず混乱したように声を上げると、会場中も一気にざわつき、全員が状況を理解できずに困惑。父母や妹夫婦は私に心配の視線を向け、夫は睨みを聞かせながら奈美さんを見つめている。実は数年前まで彼女の働いているスイミングスクールは経営不振に陥っていたの。それを救ったのがうちの娘。けどそんな娘がいるにもかかわらず、彼女はその恩を何も返そうとしない。おまけにうちに子供がいるからって私を妬み、まともに交流すらしようとしないの。そんな人をうちの親族だと誰が思えるわけ？礼儀もなってないような人間、夏目家には必要ないのよ。お母さん何言ってるの？事実無根に近いような話を平気でみんなに言いふらすナミさんの神経がわからなかった。なぜ彼女がこんなに私を陥れようとしてくるのかも理解できない。彼女は私に憎しみを抱き、私を夏目家から追い出したいと思っているのだろう。それが嫌というほど伝わってくる。これは間違いでも何でもなく、紛れもない彼女から私に対する嫌がらせだということだ。静香も見せしめのような奈美さんの行動を見て、私が嫌がらせを受けていると気づいたのだろう。必死に奈美さんにやめるよう説得するが、彼女が聞く耳を持つ気配はない。地獄の空気と化した宴会場で奈美さんは私に言ってはならない一言を浴びせる。そういうことだから他人の分はありません。分かったらここから出て行ってくれる？あなたみたいな世間知らずがこの場にいるだけで不快なのよ。それを聞いた夫は立ち上がり、顔をみんなに見せないまま出口の方へと身を翻す。あなた帰るぞ。いつもなら言われっぱなしのこの状況も助けてくれるはずなのに、夫は奈美さんに言い返そうともしない。それどころか彼女の発言を受け入れるように帰ると言い始めたのだ。理由が分からず慌てた私が夫を止めようとした時だった。夫は他の人たちに聞こえないような小声で私にある事実を耳打ちしてくれたのだ。その言葉を聞いた瞬間、
私も夫を止める手をほどき、言われた通りおとなしく帰るために返事をする。そうよ、他人は帰りなさい。金輪際うちの集まりに顔を出さないでね。はーい。ナミさんの言葉に適当な返事を返すと、私も夫の後を継いで宴会場を後にした。そんな様子に慌てた父母と妹夫婦だけが追いかけてきたが、残された親族たちは唖然。お祝いなんてできる空気でもないのに、気にせずにナミさんが司会進行を続ける声が聞こえる。それじゃあ続きを始めましょうか。しかし3分後、会場に残っていた三男の嫁から私の携帯に電話がかかってきたのだ。もしもし、高代ちゃん今どこ？ちょうど今から会場を出るところですよ。お願い、すぐに宴会場に戻ってきて。大変なことになってるの。慌てた様子で言葉をつなげる三男嫁の携帯からは静かの大きな泣き声が聞こえている。さらに会場内がやたらと騒がしく、男性の罵声が飛び交っており、奥からはナミさんの悲痛な叫び声まで聞こえていた。予想通りの展開になったな。そうね。私は三男嫁の言葉に承諾の返事を返すと、父母と妹夫婦を連れて宴会場に戻ることにした。一体何が起きてるの？事情を説明してちょうだい。お姉ちゃん、あれ本当なの？どういうことか分かるように教えてよ。心配でついてきた母たちもさすがに取り乱したように慌てふためいている。そんな彼女たちに苦笑いを浮かべながら会場に行けば分かると告げると、早速全員で宴会場へと乗り込んだ。宴会場の扉を開けて目に飛び込んだのは、なんと長男がナミさんを土下座させている光景だった。今まで散々俺の見えないところで調子に乗っていたんだろ。こっちは全部話を聞いてるんだ。違うの、これには訳が。お願いだから許してください。激怒している長男に泣きながら謝罪を入れているナミさん。その光景はまさに修羅場、地獄のような光景が見え、夫はおかしそうに笑い声を漏らした。やっぱり兄さんに伝えておいたのは正解だったな。あんたたち、タカちゃん。夫の声が聞こえた瞬間、ナミさんと静香の視線がこちらに向けられる。それに続くように周りもこちらに視線を向け、一気に注目が集まった。私の姿が見えた静香は顔をぐしゃぐしゃにしながらこちらに駆け寄り、先ほどまで鬼の形相をしていた長男も申し訳なさそうに眉根を伏せながら私たちの方へと歩み寄ってきた。タカちゃん、よかった。タカちゃん本当に帰ったのかと思って。私ごめんね、せっかくの晴れの日に悲しませるような真似をして。号泣しながら私に抱きつく静香を優しく抱きしめる。その後ろから長男が現れ、私に向かって深々と頭を下げた。高代さん、本当にすみません。うちのバカな嫁があなたにひどいことを。話は全部弟から聞かせてもらいました。な、あんたが彼に余計なことを吹き込んだの？長男の発言を聞いた奈美さんは目を血走らせながら立ち上がり、こちらにすごい形相で向かってくる。そして私の夫をにらみつけ、今にも胸ぐらをつかみそうな勢いで言葉を発した。だったらなんだ、散々高代に嫌がらせしてたお前がいきなり親戚全員呼び出すなんて怪しいと思うに決まってるだろう。案の定兄さんはいないし、こんなことを企んでたみたいだし、何かあるんじゃないかって兄さんに確認するのは当然のことじゃないか。あんたさえ余計なことをしなければ。余計なことをしなければなんだ、うまく高代さんに嫌がらせができると思ってたのか。夫に怒りをぶつけるナミさんだが、すかさず長男が私たちをかばい立てるように前に立ちはだかる。長男には強く物を言えないのか、尻込みするように言葉を詰まらせるナミさん。そんな彼女を見た父母たちは
さっぱり事情が飲み込めず、どういうことだと私たちに問いかけてきた。僕から説明します。実はこの宴会が執り行われる1ヶ月前、弟から連絡をもらっていたんです。ナミが七五三の日に親戚一同を集めるみたいだって。何か聞いてないかと言われたんです。実はナミさん、長男にこの宴会を開くことを黙っており、長男の仕事の日を見計らってこの計画を実行したのだ。何も聞かされていない僕が彼女を問い詰めようとしたんですが、弟からある提案をもらいまして、今日は別室でこの宴会の様子を見させてもらったんです。別室ですって。初めて聞かされた内容に怪訝そうな顔をするナミさん。そんな彼女に向けて夫が彼女の後方の掛け軸を指さすと、近くにいた親戚の一人がそれを見てあることに気がついた。掛け軸の中にカメラみたいなのが仕掛けられてる。なんとそこには隠しカメラが設置されており、宴会の様子は長男の携帯に流れるように設定していたのだ。事情を知ったナミさんや親戚たちは驚きの声を上げ、ナミさんの顔から血の気が引く。ナミが僕に何かを隠して行動しようとしているのが分かり、弟がこの様子を見守ることを提案してくれたんです。幸いここは弟の知り合いが経営しているお店だったので、店主の方にも快く協力してもらうことができました。なんですって。飲食業界の横のつながりなめんなっつーの。ここの店主は俺の後輩なんだよ。真実を知ったナミさんは夫を睨みつけるものの、夫はそれすら快感なのか下り顔で悪い笑みを浮かべている。そんな彼に苦笑いを浮かべながら様子を見守っていれば、三男嫁が泣き続ける静香の頭を撫で、あの後の事情を説明してくれた。二人が出て行った後、この子が大泣きし始めちゃってね。そんな中、ナミさんが宴会を再開させようとするもんだから、みんなから一斉にブーイング。どういうことなのか説明しろって混乱が起きる中、お兄さんが入ってきてナミさんを一喝したの。静香はこんな状態だし、私じゃ落ち着かせることもできなかったから、慌てて高代ちゃんに連絡を入れたのよ。そうだったんですね。すみません、お姉さんにも事情を説明せずに迷惑をおかけして。私もついさっき夫から事情を聞かされたものですから。先ほど夫が私に耳打ちしてきたのが、まさに長男のことだったのだ。兄貴が来てる。俺たちが出て行ったら代わりに入るから、一度外に出てくれってさ。そう言って自分の耳を指さす夫。指さした先を見つめれば、夫は髪で耳を隠すようにイヤホンをしており、それが携帯で長男とつながっているという意味だとすぐに分かった。それに気づいた私は彼の指示に従うように宴会場を退出したというわけだ。私を騙していたのね。そんな人たちとグルになってはめるなんてあんまりじゃない。黙れ。何がグルだ。お前自分が何をしたか分かってんのか。事情を知った途端、長男に反抗するような態度を取るナミさん。さっきはそこで土下座して許しを請う真似をしていたくせに、真逆の態度を取るナミさんに対し、周りは冷ややかな視線を向けている。そんな様子を見た長男は激怒し、ナミさんに向かって厳しい言葉を浴びせた。その声を聞いた瞬間、ナミさんの体がひるんだように跳ね上がる。お前のせいで高代さんがどれだけ苦しんでいたと思ってる。俺が何も知らず、この場のことだけで怒っていると思ったら大間違いだ。お前が彼女にしていたこと全部聞いているんだよ。何のことよ。私は別に高代さんに何も。嘘つき。私全部聞いたんだから。ナミさんの言葉を聞いた瞬間、先ほどまで泣いていた静香が立ち上がり、ナミさんに向かって初めて反抗するような姿勢を見せた。お母さんのせいでタカちゃんのスクールが大変なことになったって友達から聞いたんだから。みんなスイミングを続けたかったのに、お母さんがいるから行けなくなったんだって。私友達から怒られたんだよ。
お母さんのせいで私友達にひどいこといっぱい言われたんだから。なんと静香は母の犯した罪の責任を自分で取り、私にもそのことをずっと黙っていたのだ。私がこの事実を知れば悲しむ。責任を感じてスイミングをやめるかもしれない。そんなのは嫌だ。それなら自分が言われ続ける方がマシだと、歯を食いしばって友達からの嫌がらせにも耐え続けていたのだ。知らなかった。静香がそんなことになっていたなんて。あの子スイミングの時はいつも笑顔だったから。話せなかったんだと。高代が笑って自分を見てくれてるのが嬉しくて、これ以上迷惑かけられないって我慢してたんだ。長男に電話した際、夫は長男からこの話を聞かされていたそうだ。静香はどうしていいかわからず、長男にだけ事情を話し、長男も木をずっと伺っていた。奈美さんにある話をつけるための木を。私タカちゃん大好きだから。でも私がタカちゃんと仲良くしてるとお母さんすごい怒るじゃん。スイミングを続けたいなら勉強頑張れって言うから頑張ってきたのに、どれだけ頑張っても褒めてくれない。タカちゃんと仲良くしようともしてくれない。今日だって私がテストで100点取ったご褒美にタカちゃんを招待してくれる約束だったじゃない。なんでタカちゃんのお料理がないの？どうしてタカちゃんにだけ意地悪するの？タカちゃん、お母さんに何も悪いことしてないじゃん。泣きながら怒りをぶつける静香の言葉を聞き、全員が冷たい視線を奈美さんに向ける。孤立した奈美さんはその居心地の悪さから顔を真っ青に染め震えていた。しかしこれだけで終わらせないのが長男だ。長男はそんな彼女にさらなる地獄を見せるべく、事前に店側にお願いしていたスクリーンを用意させ、ある映像を流し始めた。今日俺はお前に離婚を宣言するために来たんだ。その離婚の理由みんなにも知ってもらおうじゃないか。お前がとんでもないクズ女だっていうことをな。そう言ってスクリーンに流されたのは、なんと奈美さんと見知らぬ男性の姿で、その男性を見た瞬間、夫と三男が驚きの声を上げる。あれは副料理長。なんで彼があの女と。え？衝撃の事実に驚きの声を上げる親族一同。もちろん私も予想していなかった出来事であり、スクリーンを見て唖然。奈美さんは悲痛な叫び声を上げながら懸命に映像を止めるように訴えていた。いつになったら俺は料理長に就任できるんですか？もうここに勤めて10年以上になるのに、一向にその気配もないんですが。もう少し待っててよ。絶対にあいつらを説得してみせるから。本当に大丈夫ですか？俺がこうしてあなたの元にいるのは、料理長就任させてくれるって言うからなんですよ。それが無理なら遺産の何割かをくれるだけでもいいですよ。こんだけでかい旅館を経営してたんだ。大女将たちの元に莫大な金が入ってるのは目に見えてますからね。なんとかうまく遺産をもらうことできないんですか？料理長にまで行かないと給料安くてやってられないんですよね。その映像は隠し撮りされたものであり、カメラを向けていることに気づかず、ペラペラと内情を語る副料理長。そんな彼と一緒に悪い笑顔を浮かべ、遺産の話ばかりしていた奈美さん。二人はひとしきり話した後、ホテルに消えていった。衝撃の映像を見せられた場内は、誰一人として言葉を発することはなく、まさに絶句。奈美さんに全員が引いたような視線を向けている。これは俺が探偵を雇って取らせたものです。彼女はその人と半年以上浮気関係を続けており、時間は娘がスイミングスクールに行ってる間、一人になる時間を見計らってずっと浮気相手と会っていたんです。だから保護者席にすらいなかったのね。大体の保護者はスイミングの間、スクールにある閲覧席で子供のレッスン風景を見ているが、奈美さんだけはそれを嫌がり、いつも私に預けっきり。私はてっきり私の顔を見るのも
一緒の空間にいるのも嫌だからだと思っていた。しかしその行動は私と静香にとっては好都合。彼女の監視下から唯一離れるその瞬間が静香にとっても息抜きになっていたため、誰も怪しまなかったのだ。うちに何度も遺産をせびりに来てたのは副料理長に貢ぐためだったのか。全ての事実がつながった瞬間、私の中で怒りの感情が一気に湧き上がる。静香はショックから顔を青ざめさせており、長男は鬼の形相で彼女を睨みつけている。母親としての自覚がない奈美さんの行動をこれ以上許すわけにはいかない。そう思った私は初めて奈美さんの前に堂々と立ちはだかった。何よ、あんたが悪いんでしょ。私よりも娘に気に入られて、挙句にはお母さんたちからも愛されてて、私は長男の嫁だっていうのに一度もお母さんたちから愛されてる感じがしなかった。いとこだからってずるいのよ。調子に乗ってたあんたが悪いんだからね。ふざけんじゃないわよ。奈美さんの理不尽な言葉に対し怒りが頂点に達した私は、会場にいた全員が驚くような罵声を彼女へと浴びせた。私に言い返されたことがなかった奈美さんは腰を抜かし、怯えたように私を見上げている。愛されてなかった、娘を取られたですって。あんた、あの子にもお母さんたちにも一体何をしてきたっていうの。都合のいい時に頼って甘えて、お母さんたちに恩返しの一つすらしてなかったじゃない。あの子に対しては何、あの子の憩いの場所を荒らした上に、私が近くにいたらバイキンまでもらうってスクール内で言いふらしてたのはどこの誰よ。こっちが黙ってると思ったらいい気になって。いい、あんたが誰からも愛されないのはね、自業自得。そんなことをする人を誰が大切にしたいって思うわけ。バイキンって、タカちゃん、本当にそんなことをされていたのか。衝撃の事実を知った親戚一同はもちろん、夫や長男も目くじらを立て奈美さんを睨みつけている。完全に味方のいないアウェーな状況に怯える奈美さんに向かって、私はとどめの一言を浴びせる。あんたみたいな女がね、悲劇のヒロインぶってんじゃないわよ。金の亡者でしかないあんたの心配なんて誰もしてくれない。自分で振りまいた種なんだから自分で処理しなさい。これ以上何かしようって言うなら、弁護士でも警察でも使ってあんたを社会的に追い込んでやるからね。情けなく声を上げながら震えるナミさん。その後長男は残りを兄弟たちに任せ、静香の七五三を祝ってやってほしいと説得。請求は全て自分で構わないと太っ腹の発言をし、ナミさんを連れて退場。親戚の人たちもお祝いする雰囲気じゃないと戸惑っていたが、せっかくの静香の晴れ舞台、こんな嫌な思い出で終わらせるわけにはいかないと、次男、三男、夫が必死にみんなを説得し、宴会は仕切り直しで行われることになった。店側からもサービスとしてお祝いのケーキが用意されており、親戚の男性陣が一発芸を頑張ったり、お姉さま方の華やかな歌やささやかなプレゼントのおかげで静香の顔には笑顔が戻った。おかげでお祝いは大成功。最終的には嬉しそうに笑いながら、静香はみんなに感謝の言葉を述べていた。あれから奈美さんと長男は即離婚。奈美さんは必死に許しを請うたが、長男がそんなたわごとに聞く耳など持つはずもなく、収入もなければこれまでのひどい仕打ちも考慮して、親権は長男が引き取ることになった。長男は開業医として地元に医院を設立。静香も相変わらずスイミングには通える環境を築いてもらえることができ、一安心。長男の元から追い出された奈美さんは地元じゃ有名な人手なしとして知り渡り、この町で生きていくことが不可能になったため泣く泣く町を出ていった。浮気していたのもあり、慰謝料は思った以上の額を請求されることに。もちろんこれには副料理長も同じように請求され、彼は旅館に害を与えようとしたということもあって旅館を解雇。
なんと家庭もあったため、奈美さんには副料理長の奥さんからも慰謝料の請求が行われた。こうして奈美さんは現在借金生活を送っている。田舎の山奥で住み込みの仕事をし、地道に借金返済を行っているそうだ。あれから私たちは平穏な生活を取り戻している。スイミングから奈美さんが消えたことで、彼女が原因で退会していた生徒たちは復帰。保護者と講師、みんなが団結して生徒たちを応援するようになった。タカちゃん、よかったね。みんなが帰ってきてくれて。あなたのおかげよ。ありがとうね。あと、実はね。天真爛漫な笑顔を見せながら幸せそうに笑う静かに、私はこっそりある報告を耳打ちした。嘘、私にいとこができるの？あのあと、なんと私は妊娠していたことが判明。現在3ヶ月に突入していたのだ。あんな事件がありながらも、自分のお腹で頑張ってくれているこの子を守るため、これからも強く生きていこう、そう心に誓い、静かと共に喜びを分かち合うのだった。